腹ペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは尾張統一、選択大名は長尾、第18回を始めさせていただきます。前回はついに三好長慶と開戦し、まずは観音寺城付近で決戦に勝利を収め、幸先良いスタートを切れたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。よし、合戦か。いかにする？13部隊、7部隊、お、7部隊ちょっとそれはいただけない。これで8部隊だろう。よし、8部隊、13部隊やっていきましょう。ガモーの戦いですね。28,000対20,000、威風強8,000やっていきましょう。さあどうなる。兵数はこちらの方が多いですが、部隊数は向こうの方が多い。ただ、まあまあまあかな。12,000相手ダメージ与えてますからね。さてさて、長岡家虎一番やり撃破制圧ということで363最大勲功獲得です。さあ威風強どこまで行く。さあどこまで行く。口木田には行かなかったですね。伊賀上野までか。なんたることよ。そしたら我が手番ぞ。二条城をめがけたいとこですね。二条城行くか筒井の方行くかですね。本当はこの辺りで合戦やると多分いいんだよな。ちょっと狙ってみるか。昇龍寺城を取る。我が手番ぞ。一旦大垣寄って昇龍寺向かわせましょう。これで向こうも招集する時間を稼げるはずですからね。よし、これで威風強いけるんじゃない。14部隊、8部隊対14部隊、26,000対12,000、威風強発生です。やっていきましょう。これはもう機内のど真ん中なんでね、期待できる威風強ですね。まあ勝つ前提で話してますけど。さてさて、夫人については今回は一つだけの軒口なのか、敵、いや二つかとなったら、長尾さんで正影で村上さんと変わっていきましょうかね。これでいいかな。相馬さんも三枝さんと変わっていきましょう。うわー、かなり左翼は馬場とね、オブというね、山形正影というね、まあ武田家のツートップをね配置して、かなり爆発的な力を持ってますね。では進めていきましょう。開戦です。さてそれでは正影はそうですね、一気に軒口を落としていきましょう。で相馬さんでこの要所を抑えましょう。で宇佐美さんは相馬さんのサポートで進軍させましょう。で柿崎影家真ん中、三枝さんも真ん中、オブさんでこちらの要所を抑えて後部の要所まで行きましょう。で馬場さんでこちら真ん中の要所をめがけましょう。村上義清も当然真ん中の要所をめがけていきましょう。いや義清はこの辺りまで進軍かな。では進めていきましょう。さあ上杉謙信の強さが存分に発揮されると思いますね。よし、騎馬突撃。はい、要所制圧で毘沙門天、越後の竜ですね。はい、一撃壊滅。でもまた出てきましたね。で壊滅、いやーあんまり壊滅させるとね、いやもうガンガン出てくるな。荒木村重に制圧されましたね。ちょっと待ってちょっと待って、いいんじゃない。ここの部隊がどう動くかだな。で馬場隊が突撃かましてますね。余ってる部隊ないね。宇佐美さんここまで行くか。
真ん中も2部隊しか来てないからさほど、やっぱりここだな、このここで剣心一人で向かわせてますからね。相馬さんでサポートに回りましょう。宇佐美さんは真ん中制圧しに行くか。右翼はほとんど剣心一人で十分でしょう。いざ朝子をこの戦場に示さん。はい、高所制圧で高所から追いかけると、いいよいいよ。大きく出陣しましたね。はい、制圧。よし、強撃出た。はい、騎馬突撃も出て撤退ですね、一部隊。はい、二部隊撤退で一部隊は壊滅と。でこちらがこちらのコブの要所をめがけてるので、うん、オブさんで要所制圧しに行きましょう。村上義清はここまで行こうかな。サポートに向かわせましょう。もうどんどん出てきてはここの軒口をね守りに来ちゃう、あの来られちゃってますからね。いやーもうまあ剣心が強すぎる。防御139攻撃160とかもう相手の倍ありますからね。おダメージ与えた。壊滅か、よかった。討ち死にじゃないですね。はい、これで一部隊一撃で壊滅。あー討ち取っちゃったか。あんまり討ち取りしても欲しくないんだけどな。はい撤退。いやこれは要所を一つでも制圧すれば、お撤退で優勢勝ちですね。いやー楽勝楽勝。451しか減ってないですからね。いくら相手が小さい部隊ばっかりだったとはいえ、もう剣心が強すぎる本当に。さてさて、獲得勲功はオブさんがナンバーワンですね。で威風強発生、ここはいけるんじゃない、かなりいけそうだぞ。よし素晴らしい。城がいくついった、三好家から10の城、素晴らしいですね。やっぱ機内の真ん中だと違いますね。でまだ兵糧あるので、このまま花熊城いきましょう。ここら辺に出てる部隊が戻ってくる可能性ありますからね。で鳥羽城、アロツに向かわせましょう。んちょっと待てよ、騎乗だな。地行を与えていきましょう。で鳥羽からアロツ、そして大河内からもアロツに出していきましょう。で亀山城からもアロツに向かわせましょう。これでアロツは抑えられますね。であとはこの残り2部あの8部隊で花熊城最後まで最後行って、花熊城で威風強化なんか発生させてっていうのがベストですね。で芥川山城に向かっては濃尾の兵を動かしていきましょうかね。少し工夫を真田正幸、出陣いたします。名古屋城、里美さん、いやバックアッパーが強い強い。で金山城、秋山さん向かわせましょう。であとは10の城手に入れましたからね、どんどんね配備していきましょう。相手は何部隊、8部隊はいるか。8部隊いれば戦いたい。うーん7部隊か。一旦戻って
花熊城伊賀上の厩舎が建設し終わりましたね。さてそれでは、お、建ててますね。筒井城委任で、筒井城は厩舎勝手に建ててくれてるからいいか。高屋城進軍だと建ててくれないんですよね。なので厩舎建てていきましょう。必ずや全うします。これは7部隊までしか行かない感じだな。でも来てるな。いかにする。ああ、兵糧がない。このまま突っ込もう。これで8部隊行かないか。よし、行った行った行った。よし、やっていきましょう。8部隊、10部隊。9000ですからね、相手は。やっていきましょう。よし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 、威風中、これで発生だ。では、小さい部隊も、兵力が少ない部隊も言えますね。となってくると、ここ、馬場さんがちょっと少ないので、右翼、宇佐美さんと変えて、右翼はね、一気に、また、剣心でね、短期がけのように突破していきましょうね。では、回戦です。はい、回戦。ここの落石の要所を馬場さんに押さえに行ってもらいましょう。柿崎影家はこちらの要所、宇佐美さん真ん中で、おぶさんも落石を押さえに行きましょうかね。でこの高台は村上義清さんに押さえてもらって、正影は突っ込みましょう。三枝さんは正影のサポートに行きましょう。でもサポートいらないんだよな。たった一人でもな、いけるもんな。高台の要所を迎えましょうかね。これでいいでしょう。では進めていきましょう。もう剣心はたった一人で突っ込めますからね。はい、制圧された。はい、制圧で騎馬突撃で一撃で消耗せ。お、止まってますね。うん、義清はここで追いかけていけばいいですね。ここに2部隊来てるか。やっぱりおぶさんと馬場2体向かわせて正解でしたね。では進めましょう。はい、制圧、制圧された。一番槍、相馬さん前出ましょうかね。はい、一部隊撤退。はい、里美さん撤退ですね。多分今の里美さんだよな。はい、さらにもう一部隊撤退。コウノモリさんですね。正影はこのままのけ口強襲しに行きましょう。おぶさんはこちらどうなるかな。柿崎影家で軒口狙いに行きましょう。はい、コロモリさん壊滅。はい、撤退。はい、こちら要所を抑えましたね。そしたらそのままの軒口行きましょう。おぶさん下げましょう。はい、撤退。制圧されましたね。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。おぶさん前出して馬場さんこちら行きましょう。はい、騎馬突撃出て壊滅。いいよ、馬場さんもこちらに。これぞ天佑。いいよ、兵力が上回ってますからね。よし、要所制圧しに行きましょう。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。はい、撤退。
で、これで要所制圧すれば勝ちですね。お、壊滅出しましたね。はい、撤退。そして要所を落として勝利。よし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 、威風中発生ですね。はい、優勢勝利です。199しか減ってませんからね。いや、もう素晴らしい強さだよな。で、威風中発生。もう配備できる武将も少なくなってきてるんですけどね。あー、花熊城だけか。これ花熊城向かってきてるな。ここまで行きましょうかね。では進めましょう。これにあり。はい、あの頭上陥落。撤退で OK ですと。まだ兵糧残ってるから、いや、この辺りは岸田和城を攻めて一気に雑賀城も取りたいから、一旦ここは撤退だな。ご命令を下され。それか岸和田とか行っちゃってもいいかな。天下平定までは残り2条ですね。できない制覇まで芥川と岸和田、これは行った方がいいな。ご命令を制覇のためにも岸和田行きましょう。を落としてこようぞ。で、長島城から雑賀城、我が馬印に続け。犬山城からも雑賀城。で、郡上八幡、いや、桜ぼらから出そうか。桜ぼらから雑賀城、これでいいんじゃないか。これ3部隊もいますからね。3部隊いるから岸和田落ちてるだろう。まあ兵力が足りないようだったらね、北陸からも出せますからね。ていうか北陸から、北陸の戦力がもったいないな。後瀬山向かわせるか。一応取る必要はないじゃないんですが、後瀬山、増山城からも出していきましょう。で、小山御坊からも出していきましょう。あの城を奪いに行く。とりあえずこれでいいかな。あとは岸和田と芥川山城を落とせば機内制覇ですね。うん、花熊城を攻める敵はもういないと。騎乗しましょう。城へ戻らん。いかがですかな。要案があります。おお、しか今士官に織田信長がいましたね。すごいことだ。心得ましたぞ。今出てくるか信長。もうクリア目前だっていうのに今更になって信長が出てくるなんて。心得申す。では進めましょう。今更信長だもんな。はい、組頭から頑張ってください。で、加納秀治さんも仲間に、もともと越後の人ですよね、この人。で、瀬名姫もね、仲間になってもらいましょう。いい。はい、芥川山城が陥落です。投与していきましょう。では全開放です。いや、せっかく出てくる軍なので、次、ああ八神城が本拠になったんですね。三好のまだ兵糧あるでしょ。少し工夫いけるんだったら八神城行こうか。で、芥川山城は誰にお任せ。下妻雷音さんお任せしましょう。で、城下施設芥川山城は新軍で設定です。お、士官設定、織田信広さん仲間になってもらいましょう。では進めましょう。よし、仲間になってもらいましょう。この城手に入れるぞ。お、強行になってますね。岸和田城強行で一気に落ちるんじゃない。
はい、岸和田城制圧。これでクリアなんじゃない？敵将仲間になってもらいましょう。おお、エンディングだ。いやー、トロ朝廷より統計五直子が使われたとのよし。なり直子、はて一体何事であろうか。長尾公ご機嫌麗しゅう。お上も貴殿の統一の破業ことのほかお喜びになられて荒らしゃりまする。これはありがたき王政、天下政治に向けた我が働きが帝のお耳に達していたとは恐れ多き次第。ついてはお上から特別のお達しでな。貴殿に関白征夷大将軍太政大臣のいずれがに臨時大との御意を賜った。なんといずれも天下人にふさわしき役職ってことですね。まあもちろんね、何を選ぶかって言ったら征夷大将軍、もうこれしかないですよね。もうね、謙信の関白とか太政大臣とかなんてね、全然似合わないですからね。大将、征夷大将軍、エンディングを迎えましょう。征夷大将軍こそ武家の統領にふさわしき職、叶うのならば将軍職をいただきとうござる。はい、わかった、お上に覆面いたす。近日将軍専下の勅使が改めて使わされるでおじゃろう。ということでエンディングに入りますね。長尾景虎は征夷大将軍となり、武家の統領として新たなる幕府を創始したのである。そして時は流れ、有力大名の補佐もあって長尾家は安定した支配をもたらした。しばらく人々は戦を忘れ安定した平和を楽しんだが、やがて天災が連続し長尾政権は財政難から危機に陥る。その統治に、おっと飛ばしちゃいましたね。初代影虎がかつて織田家などの勢力を温存したことがあだとなったかもしれないと。再び各地で大名が争う時代が現出したものの、それまで100年の間平和な日本を守った長尾の世は人々の記憶に残り続けたということですね。信長の野望、新生。はい、長尾影虎編をやらせていただきましたが、いやもうね、ゲーム中何回も僕言ってて、もうお前もうしつこいよっていう風にね思った方もいるかと思うんですが、もう影虎が強すぎる。あれ何なの、たった一人で突っ込ませてもね、全然次から次へと舞台を投げ払っていくし、毘沙門天信仰でね上げていけば、まあもちろんねそういう政策なんで、まあその効果があるのは、効果があるっていうことはいいんですけれども、どんどんねもう攻撃力が上がって、でしかも越後の竜でしたかね、舞台と接敵すると攻撃力が上がるっていう、いやーもうね特性も含めてね剣心が強すぎる。敵普通の AI、敵 AI とかに任せると長尾家ってあんまり伸びないですけど、ちょっとね話途中になっちゃったんですけど、その長尾家なんかね、敵 AI に任せるとなんかあんまり伸びないんですけれども、自分で操作してみるとこんだけ強いのかっていうのがねよく分かりましたね。いや本当にね、だってクリアするまでなんか辛いなって思った瞬間が一度もないですからね。もうなんかあんまりなんていう、こういうことをシミュレーションゲームで言っちゃおかしいんだけど、あんまり考えなくても進められるんじゃないかっていう、よっぽど武田家の方が辛かったですね。武田家はほんと辛かった、これに比べると。と思うとね、また武田でやりたくなってきちゃったんでね、他のシナリオで武田やるっていうのもありかなと思いますね。次は長尾の次はですね、やっぱり敵 AI に任せると結局のところパッとしない中国の毛利家でやってみたいと思いますので、また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。それでは次のシリーズ毛利家でやっていきたいと思いますので、お付き合いをいただきます、いただける方ぜひお付き合いをお願いいたします。それでは長尾家編はこれにて終了とさせていただきます。それでは失礼いたします。